ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。魔理沙なんでこんな仮面つけてるの？今回は仮面をテーマにした映画を紹介するからだ。早速紹介しよう。今回の映画はこれだ。マスカレードナイト。東野圭吾のベストセラー小説を木村拓哉と長澤まさみの共演で映画化したマスカレード、ホテルのシリーズ第2弾。ねえ、魔理沙この仮面外さない？そうだな、このままだと表情がわからないもんな。ふう、これで話しやすくなった。で、簡単なあらすじは警察に届いた1通の匿名ファックス。その内容は、都内マンションで起きた殺人事件の犯人が、大晦日にホテル、コルテシア東京で開催されるカウントダウンパーティー、マスカレード、ナイト、に現れるというものだった。パーティー当日、捜査のため再びフロントクラークとしてホテルに潜入した警視庁捜査一課の刑事、新田浩介は、コンシェルジュに昇進した山岸直美の協力を得て捜査を進めていくが、500人の参加者は全員が仮装して顔を隠していた。限られた時間の中、素顔のわからない殺人犯を捕まえるべく奔走する彼らだったが、果たして犯人は誰なのか。で、ストーリー。キャストは新田浩介役に木村拓哉、山岸直美役に長澤まさみ、新田の相棒、野瀬役に帯名田文雄、そして監督は、ヒーロー、でおなじみの、鈴木雅之監督。いやー、個人的に前作、マスカレード、ホテル、は面白かったからなー。続編の今回も期待度 MAX で鑑賞したぞ。やっぱキムタク、すげーわ。え、今さらキムタク絶賛するの？もう20年以上も芸能界のトップに君臨してるんだけど。だから余計にキムタクの凄さ感じたんだって。サスペンス系はネタバレしたくないからネタバレなしで紹介するけど、今作って、前作以上に実力派俳優陣を揃えてて、鑑賞前は、あっキムタクの演技力じゃ、この俳優たちに勝てないから主役としての存在感ないかも。で、くだらない心配して見に行ったんだ。キムタクだって一般素人のアップ主に心配されたくないだろ。でも正直な話、演技力の差を弾き飛ばすキムタクオーラが映像からめちゃくちゃ伝わったぞ。いや魔理沙それって、キムタクをかっこよく撮ることにこだわる鈴木監督だからそう見えたんじゃ。それに今話題の若手俳優たちは出てないし。お黙り。前世紀のキムタクブームをリアルタイムで知ってる人間は、今の若手俳優見ても何も感じないぞ。確かに当時、急にロン毛男子増えたもんな。そうそう、まあ大半は金八先生になってたけどな。で、肝心なマスカレードナイトについて何も語ってないけど。そうだった。この映画の良かった点は何と言っても話の本筋が一本化されてて見やすくなったことなんだ。どういうこと？前作はホテルマンの仕事紹介、潜入捜査ホテルマンのドタバタ見せるために小さなエピソード詰め込んで本筋が薄く、新田がホテルマンの仕事に馴染むまで結構尺使ってたんだ。今回はそんな新田のホテルマンとしてのルールを学んでいく姿は省かれてるから、事件の捜査メインで話が進んでいくんだ。まあその代わり前作見てない人は、なんでこの二人仲いいんだ、それに小日向さんの存在って何なんだ、なるのが欠点だけど。前作見た人ならわかるが、帯名田さんが演じる野瀬の存在ってでかいからな。新田以上に、足と頭使ってる印象だもんな。だが、そんな映画でも酷評したい点は当然ある。じゃあここから酷評タイムなので、ファンは要注意。なんといっても犯人の動機の説明が不十分すぎる。ネタバレしたくないから深く語れないが、犯人の自供シーンが淡々と語るだけで、犯人の過去シーンとか流してくれないから、犯人に感情移入しづらいんだ。サスペンスの醍醐味って、犯人が犯行を行うきっかけになった過去も重要だもんな。壮大なトリック使っても、動機がしょぼかったら作品全体が印象薄くなるっていうか、そうそう、しかも今回新田が、真犯人を見つけた理由がマジかー。って感じで、ヒーローの時から思ってたんだが、この鈴木監督って、キムタクをいかにかっこよく撮影するか、にこだわりすぎて、演出が過剰になりすぎなんだ。その演出いらないから犯人の過去を深掘りしてくれよって、キムタクファンじゃない原作ファンには不満の残る作品になると思うぞ。あと、超一流ホテルの超豪華パーティーの割にはやってる内容しょぼく感じたぐらいかな。じゃあ、マスカレードナイトの評価は？マスカレードナイトの評価は、星4つです。今作は犯人の犯行動機が弱く感じたのが残念なだけで、ストーリー全体はテンポも良くてくすって笑えるギャグパートもあるから、シルバーウィークにおすすめの作品です。それじゃあ本日はこの辺で、ご視聴ありがとうございました。